これで手はずは整ったというわけですな。厄介なことになる前に片付けておかねば。君はいつどこであの世界のことを知ったの？取引に応じなければあなたは終わり、おそらく死刑だから、正直に答えて、すべてが真実か。みんな、オペアーバスは分かってる。迷ってる時間ないよ。やっちゃって。ジョーカー、始めるぞ。お助けしろ。逃走経路は私がナビする。ともかく走って逃げて。例の転校生ってのはお前だな。問題を起こしたら退学だからな。野郎は悪魔だ。あんな大人には絶対にならねえ。俺たちなら心を変えられんだ。私は正しいことに協力しているんですよね。そんなに内申点欲しいの？生徒会長なんてそうじゃなきゃやってらんないよね。お前自身の怒りを思い出せ。これが私。これでようやく我が輩たち駆け出しだが怪盗団になれるってことだな。お前たちは余計なことを知りすぎた。私に歯向かったことを一生かけて食い抜がいい。貴様、本当にハッキングできんだよね。今度は私が助ければ。おい待てよ、俺って。吊るし上げてやる。必殺のウルトラチャージ。これでもっと戦える。試してみるか。二重生活も楽じゃねえな。でかい口はもっと大物をやってからにしろ。次はどんな悪人を成敗するんだろう。世界中が怪盗団の次の一手を気にしてるよ。笑わせんじゃねえ。お前らみたいなアホは俺の餌なの。お前たちに明るい未来は万に一つもないんだよ。汚い金にたかるはえ。うぜんだよこの成金が。お宝を狙ってきたのなら帰った方がいい。我が輩とこの美少女怪盗がもらうからだ。美少女怪盗と申します。自分で言っちゃったよ。スコアさ、仲間が増えたんじゃね。こいつは意外と使えるかもだぜ。お前みたいな煩悩丸出しのパツキンモンキーよりはな。手口は分かりませんが、法治国家を脅かす危険な存在だと思います。組織がでかすぎて警察も手を焼いてる。下手に首突っ込むと消されるしね。厄介な奴らに狙われたもんだ。計画が漏れたってこと？何がきっかけで変わっちゃうの？ゲート。俺たちは何を間違えたんだ？もう手遅れなんだよ。こいつら、やべえ。所詮、俗人どもの遠吠えだ。おとなしくしていればいいものを。まあ、近々始末する予定でしたからな。いよいよだ。お前の更生が始まる。ようこそ、私のベルベットルームへ。